えー、日本と世界の今がわかる朝のニュース番組、飯田工事の OK 工事アップ。今朝のコメンテーターは、テレビ東京解説委員山川達夫さんです。引き続きよろしくお願いします。お願いします。7時をまたいでニュースを掘り下げてまいります。ニュース7時またぎ。取り上げるのはこちらのテーマです。イスラエルの外相が日本やアメリカなどの停戦に向けた提案を拒否。 日本やアメリカ、フランスなどは25日、レバノンとイスラエル国境での21日間の即時停戦を求めましたが、イスラエルのカッツ外相は26日、レバノンの新イラン武装組織ヒズボラとの交戦をめぐる停戦提案を拒否しました。 えー、北部での停戦はない、勝利と北部住民の安全な帰還が実現するまで全力でヒズボラ、テロ組織と戦い続けると、カ、え、ッ、ー、は X で、えー、投じているということであります、うんあのー、おそらくアメリカの大統領選が、はい、あ終わるまで、あここまではもうやめる気ないですよね。どちらかとというと、うん むしろ最近出てきている観測としては、そのトランプ氏に仮になった場合、はい、トランプ氏が一番戦争を嫌がるんですよ、で停戦をし,しなさいっていう方向に持っていこうとするので、はい、それまでに叩けるだけ叩こうと。 と、うん、いう発想が今、イスラエル側には強まっている。ですから、まあ、ハマスもそうです。ガザ地区もそうですけども、レバノンのヒズボラもそうですし、あまり報道されてませんけど、ヨルダン川西岸、こちらの方のテロ組織に対しても今、そういう行為に出てるんで、もう3方面でもうできるだけ、 叩くとで、いわゆるこう武装部分をできるだけ弱めておくと、はい、戦力を弱めておくということを今、やってますよねうんよくあのネタニヤフ政権は、まあね、その、こういろんな政党が支えているけれども、まあ、ああ結構、怪奇なことを言う人たちもいるから、そこに引きずられてるんだみたいなことも言われますけど、まあ、それだけじゃない。 まあ本人のまず意思ですよね。もちろんその連立の問題もあって、そういう形で強硬姿勢を取らなきゃいけない。それからまあ本人の汚職だとかいろんな落ち度の問題があって、まあ戦争が続いてる状態じゃないと、本人自身の,あの今の地位があまあ脅かされるという、そういう発想もあるんだけれども、はい、 まあ、ここまで来るとですね、実は今ちょっとそのネタニヤフ氏の支持率も上がってきてるんですよね。<ー>イスラエル国内でいうと。うね、まあ、どちらかというと、まあ、性的の人気が落ちてるっていうのもあるんですけども、あの、そういうところなんで、やっぱりこう、こう、戦時下にあると、だんだん時のリーダーっていうのは、こう、支持率を高めていくっていうね、あの、部分もあって、 まあ、正直、最近は、例えば、アメリカでブリンケン国務長官がね、交渉に当たってますけども、先日の,あのポケベルの爆破、あれって、ブリンケン氏が来て、エジプトでこう、あの、交渉しようとする最中にですよ、わざわざ爆破させてる。そして、イスラエルとブリンケン氏合わないわけですね、時。でですからもう、ほぼ、アメリカも、まあ、交渉やってます感をもう出してるだけであって、もう、ほぼ没交渉に近いですよね、今ね。 ブリンケンさんというか、バイデン政権そのものがこれ、相手にされてないような感じです,かですよねで、ちょうど先ほど、ニュース出てましたけれども、はい、あのロシア、このウクライナの、ウクライナのゼレンスキー大統領が、いわゆるロシア領内での長距離砲、はい、これをあの使わせろっていうことをね、今回、期待してたんだけれども、それについてもバイデン政権は容認しなかったようだっていうニュースがさっき出てましたけども、そうですねやっぱり全体として、はいあのー、こう、 穏便に済ませたいっていうのがもう表に出ちゃって、それがこうあの相手からすると見透かされてるっていう、ねそういう状態が中東でもあのロシアでも起きて,るっているう,ういう感じがしますね、うんうんえー、今のニュース、ホワイトハウスでバイデン大統領とゼレンスキー、ウクライナ大統領が会談をしたということで、新たに80億ドルのを超える軍事支援はまあ約束をしたんだけれども、長距離射程兵器を使ったロシア領内への攻撃の容認は見送った。 でも、見送ったも何もみたいな感じですすかねねそうです、ね、やっぱりこう、まあ、妥当なあの解決策を提示するんだけれども、はい、やっぱりちょっとこう、やっぱり恐怖感というかね、何をするかわからないっていう、うん、相手国からした時に、はい、恐怖感とか威圧感みたいなものが、やっぱりバイデン外交っていうのはなくて、そこをどうしても見透かされてるで、ネタニヤフ政権からもそこが見透かされてる感じなので。はい まあ、今が、もう一番、その、バイデン政権、霊無奪化している中でね、えー、あの、叩けるだけ叩く。まあ、これは過去にも何度もやってるわけですね、イスラエルはね。まあ、その今、タイミングだっていう判断をしてるように見えます。うん。これ、これで、まあ、大統領選挙の結果いかんですけれども、まあ、ハリス政権になると、この外交が踏襲されるんですかね。基本的にはこちら、踏襲されるんでしょうね。えー、で、そうなってくると、まあ、過去も何度も、まあ、あの、今、 地上部隊をね レバノンに投入するかどうかが焦点になってますけども、うん、まあそういうことも過去にもあったわけですよ、はい、そうすると、泥沼化して、例えばレバノンで今度は地上部隊投入すると、うん、今度はヒズボラ側の方が地、はい、土地勘があるんで、圧倒的に守る側が今度有利になるわけです、<ー>で、泥沼化して、どこかでこう運産無償化して、はい、で結局あの、一般の民間人もかなり被害が出て、まあ、これ今、あのガザ地区でもそうですけども、同じことが起きて、うん、そうすると、憎悪の連鎖。 なおかつレバノンの中でもむしろヒズボラに対する支持が高まってで結局またテロ,テロ組織というかそういうものが要請されていくそしてまた10年20年経つとまた同じことが起きるっていうね。 おそらくそういうことになっていくってことでしょうねこれ、われわれにとっても頭が痛いのは、そうすると、そこにアメリカのリソースが引っ張られると、東アジアが不安定化するみたいな、これ、オバマ政権の時でもありましたよね全く同じことが今度、起きる可能性がありますし、まあ、トランプ氏になったときの方が、どういうふうに落ち着いていくのかね、はい、あの少なくともあの戦争が止まる可能性は高まりますよね、ただそれはものすごくまたイスラエル寄りになる。 はい、ということであるので、えー、そこにまた矛盾がありますよね。うんうーん まあね、かつての第の一期のトランプ政権の時は、はい、まは、その辺で、新イスラエルを鮮明にしつつ、はい、サウジアラビアだとか、UAE だとかを巻き込んで、はい、まあアブラハム合意まで、けけたたっていうのはありましたけどね、はいはい、そうですね、あの娘、向こうのクシュナーっというのも、ねはい、間に入って、まああの、やりましたけども、うんまあ今回もやっぱりアラブ諸国の動きを見てると、 本当の本音のところでパレスチナ人を心配してるっていう、また感じもしないんですよね。<ー>ですからそこはまた、うんうん、トランプ政権に仮になった場合っていうのは、うん、あのそういうとこと、あのいや、交渉が起きるでしょうね。 今朝のコメンテーターは、テレビ東京解説委員の山川達夫さんです。改めまして、おはようございます。おはようございます。よろしくお願いいたします。ますえー、このね、中東の情勢についてというお話がありました。で、中東の情勢で考えると、はい、まあ、そのヒズボラの裏、えー、あるいはハマスの裏、イランの存在というところで、まあ、イランもね、大統領変わったばっかりで、はい、国連総会にも来てますけれども、はい、こ,こことアメリカ、どう まあ向き合うのかっていうのも変わってきますか、うん。まあこれもね政権がどっちになっていくかっていう選挙次第というところはありますけれども、あのよく今あの大統領がねあのイランの方はあのアメリカと交渉の余地があるんだっていう,う言い方してますけども、イランの中でのあの大統領の存在っていうのは相当低いんですよ。実際はもうあの軍の幹部の方がまだ。 どちらかというと、いわゆる安保だとか、軍事的なところに関してると圧倒的に上位にある、あの単純にこれはもう、ど,どうだろうな、はい、7、8番目ぐらいのそういう存在なん<ー>で、あの帽子の色を見たらいいんですけど、あの帽子っていうか、かぶってますよね、あの色によってね、えー、あの後継者になりうる人か、はい、そうでない人かっていうのは。 あるんですよ。へえ<ー>、うん、そうなんですかで今の、あの、ペデスキアンっていう、はい、の今の大統領は、はい、後継者にはなり得ないんですよ。あ、そうなんですかですから、まあ、そういう意味でも力がない。ただ、まあ、一応、民,民主的な形を装って、そこで選ばれた人なので、うん、まあ、あの、交渉の代表者であるっていう形で、今、アメリカとやってますけども、はい、まあ、まず、トランプ氏が仮に大統領になった場合っていうのは、もう、全く、その、うん、もう、あの、 もうとにかく新イスラエルの方向でまとめようとしますから、あ<ー>まあイランとしては一番厳しいですよね、最近ちょっと、あのー、イランがまたね、トランプ氏の暗殺狙ってんじゃないかみたいな話出てますけども。はい それがどうかは分かりませんけども、ええ、今あの、世界の中で最もトランプ氏になってほしくないと思っている国がイランであることは間違いないですよね。うん、はあー。うん、まあ、そしてね、その、まあ、イランと、まあ、ロシア、うん、あ中国、その辺がずっ結びついていっているっていうのが、うん、ここ数年強まってる感じがありますけど、うん、そうですね。で、まあ、今ね、ちょうどあの国連、まあ、記者さんも言いましたけども、はい 安保理をどうやってね改革するかっていう話、えー、で、まあ、そこで今,今のところの機関でいうと、国際機関でいうと、そこで何か、えー、そういうものを抑え込まないといけないんだけれども、もうどうにも矛盾がありますよね、まあそもそもがその拒否権を持っている国が5カ国あるわけなんですが。はい まあその拒否権を持ってる国が戦争を始めちゃったわけだから。うん、そんなことはそもそもその戦後ね、1945年の段階で誰も考えもしなかった。ええ、拒否権を持たせるってことはその国っていうのは必ず正しい判断をするんだっていう前提のもとでそれ作られたわけですよね。ええ、はい でその当事者が拒否権を持っちゃうっいうことで、もう今、全くその機能不全になってますよねうんこれねあの、ウクライナの情勢、だからそうなると、ウクライナとしても国連はもう当てにできないからということで、うんまあ、アメリカやあヨーロッパの国々と直接交渉して武器をくれとか、支援をしてくれ、うん、あるいはこの武器をもっとロシア領内にも使わせてくれと、うん、いうことを言うわけですけれども、なかなかそこにはバイデン政権、うんと言わないんですよね。うん うん、ですから、そこについて言うとバイデン政権というのはまあ大きく言えばプーチン氏の,その情報戦にのどもう手のひらの上になんとい,うかいるような状況があって、はい、まあ常にこうあの怯えているというか、ねうん、あの核の恐怖だとか、はい、戦線が拡大することに対して怯えているんだけども結果として今、もうウクライナはロシア領内を攻めているわけですよ。うん、でその攻めることで もう相当過剰反応するんじゃないかと、もともと予想されてたんだけども、もそ,それほど過剰反応もしてないし、今、核の話も出てこないわけですね、うそうすると、そういう風に予想してたものは何だったんだっていう、今、状況ですよね。えー、で今度ははまた長距離にについいててて容認しないって話になっっ話るけどもも、はい、それも プーチン氏の情報性に引っかかっている可能性もあるわけですよ常にこう、ちょっとずつ穏便に済ませよう、済ませようと。えー、特に今、選挙が近づいてきてるんで、今、戦果が拡大すると、また選挙の支,その支持率なりね、そういうものに不利になるという、そういう判断の下でそういう方向に行ってるんだけども、まあ、それがずっと続いてる感じがしますよね。うん、本当、昨日あたりのニュースで、プーチン氏が、えーまあ、核でない兵器で領内を侵略された場合でも核兵器を使うんだと。また この核の脅しをかけてくるっていうような音まで出てきましたもんねまあそれってまあ、ねはい、今のところなんとなくブラフだなってことはもう分かってきたわけですよ、それで戦術核だろうと使ってしまえば、これはもう口実を与えるわけですよね、NATO 側のこの構成っていうものにて、でそれはロシアとしてはやれないわけですよ、えー、それは分かってるわけで。 にもかかわらず、やっぱりアメリカがここまで、こう、まあ弱腰になってしまってるっていうところが根本にあると思います。しかも、 中東の方ではダブルスタンドの形になって、はい、イスラエルをこれだけ背,景で背後では支援してるわけですからよ、はい、よりその矛盾が大きくなってますよね,うんねえこういった、ね、一連の情勢がこう東アジアに与える影響、うん、まあこれ中国からしたらプラフをかければ出てこないんじゃないのとか思われると困るよなっていうのがこの間の ICBM の発射とかでも、ねはい、考えられますよね。まあ,あれも、ね、一応事前ににアメリカには国 口したとは言,っては言ってはいるけれども、えー、まあ相当あの久しぶりにね太平洋上にああいう形だったわけでしょ。 やっぱり舐められた状態にどん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 なってますよね。で全て、もう先ほどもう話つながりますけど、やっぱり仮にトランプ氏になった時にどうなるかわかんないので、やれるものは今のうちにやっておこうっていうのがもう今世界のコンセンサスになってるわけですよ。でそれがもうイスラエルも中国も北朝鮮もロシアもね。 みんなそれが今、あの、一つのキーワードになってますよね。そうすると、まあ、9月末ですけれども、11月の半ばぐらいまでっていうのは、その不安定感が続くわけですかね。うん。まあ、本当に、あの、こう、叩けるだけ叩く。はい。今まで何か課題で、ちょっと、あの、 やるべきかどうかって悩んでる部分を全部吐き出していくっていうね、そういう時期になると思いますから、非常にそういう意味ではね、あの偶発的なことも含めて、心配な時期ですよね、はい、うん一足先にリーダーが決まる日本としては、はい、そこに対応していかなきゃいけないそうですと、ねはいえー、後ほど、このねあの自民党の総裁選については、おはようニュースネットワークのゾーンで詳しくお話をいただきますおはようニュースネットワーク。 まず気象に関する情報をお伝えいたします。低気圧や前線に向かって暖かく湿った空気が流れ込み、大気の状態が不安定になる影響で、関東甲信地方は明日にかけて雷を伴った非常に激しい雨が降り、大雨となる恐れがあります。気象庁は土砂災害や低い土地の浸水、川の増水に警戒を呼びかけています。 また、落雷や竜巻などの激しい突風、氷にも注意が必要です。明日午前6時までの24時間に降ると予想される雨の量は多いところで、伊豆諸島で200ミリ、関東南部で150ミリ、関東北部で100ミリです。その後さらにあさって そして午前6時までの24時間に降ると予想される雨の量は多いところで伊豆諸島で150ミリ関東で120ミリです雨雲が予想以上に発達した場合や発達した雨雲がかかり続けた場合は警報級の大雨となる可能性があります 交通に関する情報ですが JR 東日本によりますと JR 伊東線は今日午後以降遅れや運休が発生する可能性があるということです気象に関する情報をまとめてお伝えいたしましたではこの時間取り上げるニュースはこちらです自民党総裁選今日投開票へ 自民党総裁選挙は全国105万人余りの党員・党友による投票が昨日までに締め切られ、今日行われる国会議員の投票と合わせて開票されます。 総裁選挙には、高市経済安全保障担当大臣、小林隆之氏、林官房長官、小泉慎次郎氏、上川外務大臣、加藤元官房長官、河野デジタル大臣、石破元幹事長、茂木幹事長の9人が立候補しております。1回目の投票では、いずれの候補者も過半数を獲得できず、決選投票にもつれ込むことが確実な情勢です。 とということで、まあ、あまず、ね、決戦投票がどうなるかもよくわからないそうですねどの組み合わせになるかもわからないしまあ今度、その組み合わせによってどっちが勝つかも今回は本当に分かりづらいんで<ー>もう、まあ、おそらく決戦投票になって3午後3時台、はい、4時ぐらいまでには決まると思うんですが。 まあ、今回は、あの、下手な人間ドラマを見るよりも、この総裁選の経緯をずっと、あのね、あの、お時間がある方は見てた方が、まあ、いろんなこの政治家、人間の業みたいなものも見えてきてですね、まあ、不謹慎ですけど、面白いと思いますよ。本当に、これだけ予想がつかない、総裁選も、ちょっと、 過去にないですよね。ですよね。まああの長官各紙などを見ると、えー、石破さん。 小泉さん,、うん、高市さん、はい、おそらくはこの3人の中から決選投票になるんじゃないのと、はいまあ、そこまではかけるんだけれども、そこ,そこまでは書けそうです,よですから、えー、この3人のうちの2人の組み合わせがどうなるかをめぐって、はい、もう先ほど、飯田さんがおっしゃったとおり、あのもう党員・党友の投票終わってますから、ね、あとはもう議員だけなんですよ。ですから、今日はもうあの午後1時に投開票始まりますけど、えー、その直前まで。 ね、もうずっとその他のもうほぼ三人の候補でなくなってるところからどうやって剥がすかとかですね。あもうずっと国会議員票のその交渉が続いてる状況だと思いますし、はい、まあ今回あの立憲民主にちょっと習って二人残った時に決選投票の二人の人がちょっと演説やることになったじゃないですか。あはい、投票の前にね。その時におそらく決選投票でどっちに投じるかということで、まあ。 いろんんななサインが出るはずなんですよ<ー>ですからね多分あの映像を見てたら面白いと思いますけど<ー>おそらく映像を聞いてるあの演説を聞いてる人はほとんどいなくて<い>みんな下向いてスマホを<い> <laughs> チェックしてるとかね,ね多分そういう絵面に今回なると思いますよ。 だそれこそね、今回立憲民主の代表になった野田さんが、あの、総理になるかならないかの時って、なんか、あの、グループのトップの人の一人がジャケットを脱ぐ脱がないみたいなね、そういうところでサインが出るみたいな、ありましたよね。今回さすがにね、あの、多分それを狙ってるテレビカメラとかあると思うんで、あんまりわかりやすいね、スマホでメッセージは出さないと思うんだけども、まあ、どんなサインが出るのかね。まあ まあ結局、何かちょっとこう派閥政治なのかなと思っちゃうところがあるんだけども、<ー>やっぱりいろんなものを積み上げて計算すると、まあ、決選投票になってくると、今度、議員票のウエイトがまあ圧倒的にお多くなるわけなんですが、そね、おそらくその。 まあ、いわゆる塊である麻生派だとか、あの、旧岸田派だとか、まあ、そのあたりが、どこに行くのか、ということが、まあ、一つ、大きく影響を与えますよね。ねジャケットじゃなくて、麻生さんが帽子を脱いだとか、岸田さんがメガネを吹き出したとか、そういうサインなのかどうなのかですよね。わかんないけど。まあ、なんとなくね、麻生さんは、まあ、報道も含めて、いると、なんとなく高市さんにね、あの、つこうとしてしかも、 一次投票から高市さんに入れろって指示が出たって報道まで出てますけども、はい、まあそうすると、河野太郎さんなんか、ちょっとどういう思いなんだろうなと思ってしまいますけども河野さんは、派ですもんねまあ結局、高市さんが2人に残らないと勝負にならないっていうまあ判断がおそらく、麻生さんの中にあって、うまあどう見たって、新次郎さんになったとしても、はい、石破さんになったとしても、はいもう 麻生さんはキングメーカーの座を降りざるを得ない状況になるわけですよね、うん、その中で、高市さんって判断にどうも動いてるように見えますけども、<ー>まあそれがどうなるかっていうところですよね。そのあたりね、うんあの、この昔からの経緯の中で、はい、麻生さんからすると、石破さんは自分が総理の時に、こいつ引きずり下ろそうとしたよなと、<ー> <laughs> 新次郎さんには、後ろに菅さんがいるからなかなか降り合わねえよなと。そうですね そうするともう、消去法的に高市さんに乗るしかないってなるんですかね、ああこれあんまりね、イデオロギー的にそんなに近かったかなっていうのは、んと思っちゃうんだけども、あの、麻生さんも財務大臣なんかやった人でね。そうですよね, <laughs> ね。どうなのかなと思うけど、まあ、それは置いといてやっぱり権限をどうやって維持するかってことだし、まあ、あと、岸田派が見えないんですけども、旧岸田が。はい。なんとなく石破さんに、 つくのかなとものすごく宗派を送ってますよね。あの、岸田さんが最近、自分の経済政策を継続できる人が好ましいって言い方したら、はい、すぐに石破さんが、経済政策を発表して、はい、岸田政権の継続って言いましたよね。<laughs> そうですね。なんかこのあたりがすごくね、あのはい、プンプンにおうんだけれども、えーえー、今回やっぱりある程度岸田さんっていうのは塊を持っていて、少なくとも決選投票では、 茂木さんが今持ってる票だとか、その辺の塊で動きそうなのでね、ここがどうなるかっていうところをこれもね、もともと岸田派だった人っていうと、林さんも出てる、上川さんも出てるっていうのがね、あるわけですよねそこら辺がどうなるか、本当、今回はね、読めないってみんな言ってますよね、ただ、その先のことを考えたときに、野田さんが野党が立憲民主党党党首になったわけですよ。野野田さんじゃあそっちの党側から見たに誰が 戦いやすいかって考えたときに、うん、高市さんは戦いやすいでしょうね、<ー>その争点がはっきりしてるから、はい、裏金問題を追及できるということですよね、まあ、かなり裏金議員に対して、まあ、推薦人にも名を連れてますし、温、まあ、和な行動を取りそうだし、それといわゆる選択的夫婦別姓だとか、はい、いろんな意味で争点化しやすいっていうところはありますよね。うこう石破さんなんなかが一番中に、まあ 似た者の同士にちょっと見えるところもあって、はい、争点にしにくい、あと新次郎さんの場合も勢いですおそらく解散していきますから、はい、論戦すると面白いんだけど、ええ、ちょっとそこまではいかないのかなって感じは小泉さんは、もともと出馬会見の時から早期解散と、ねはいうのをおっしゃっていただけに、じゃあ、臨時国会で主犯指名やった後に、予算委員会まで立てるかどうかっていうのがね。はい ちょっと新次郎さんがやっぱり、介護規制の緩和をなぜあんなにこう安易にね言っちゃったのかなっていう、これだけデリケートなものを、言ったなって私は思ったんですけども、その先のこういろんな質問に対する返答を見ると、あまり腹に落ちるような回答が出てこないので、ちょっとこう振付師の人たちがこう、 つけたものを安易に言っってしまった、はい、もうちょっと表現変えてでもね、うん、あのいわゆるあの労働市場の流動化だとかね、はい、そういう表現にしていけばよかったのになぜあれをあのタイミングで出したのかなっていうのは、自分の言葉にまだなっていないのではないかなってないのが多いです,いですよね、うん、ちょっとこう,う,う、突き詰めると、はい、そういう言葉が出てくるってこと、あとね、ちょっとあの、うん、私もあの経済の方を中心で見てるんで。 マーケットもね、今日はね、はい、ちょっと注目ですよ。おそらく、うん、あの、取引時間中、あの、株式の株うん。そっちの方では、その段階で決まってないとは思いますけども。3時に閉まりますからね。為替はね、はい。ちょっと今、マーケット関係者みんな注目してますよ。あの、こういう名刺出しませんけど、お一人、えー 利上げするなんてアホやろって言った人がいますよね。<laughs> そうですね、うん。だとすると、うん、この結果次第で今日はね、うんうん、為替は相当触れる可能性もありますから、まあそこはちょっとね、やるマーケット関係者もね、結構今日は固唾を飲んで、はい、あの見守ってますよ。そうですよね。一方でね、えー、金融所得課税言う方もいらっしゃるから、また真逆になるんじゃないかな、はい <laughs> えー。以上、おはようニュースネットワークでした。 イイのタイムラインで落落ちち着着けっってていいいいううのがいっぱい書き込まれままれしたがもう落ち着いております <laughs> では落ち着いてこちらのニュースです <laughs> 兵庫県の斉藤知事が失職し出直し選挙への立候補を表明兵庫県議会から不信任を議決された斉藤知事は昨日県議会は解散せず失職を選びいわゆる出直し選挙に立候補する意向を表明しました えー、昨日の午後、会見を行って、その意向を表明したということでありました、まあ、パワハラとかね、いろんな告発などが出ていて、ただ、なんか中身がよくわからないという感じですけどもねあの先日、ちょっと、ま、あの斉藤知事とていうのは維新ですよね、はい、維新の内部情報にかなり詳しい人と、この件、話したんですけども、まあ、表現難しいんですけどもね、やっぱり維新の中では、うん、やっぱり最初、この問題起きたときに、 んどこがそんなに問題なのっていうのは、そういう反応だったみたいなんですよ。だやっぱり維新っていうのは、もともと、やっぱり大阪の改革、はい、それで、まあ、あの、まあ、県庁だとか、まあ、市長、まあ、いろんな、その、職員、えー、まあ、かなりいろんなね、あの職員がいらっしゃる中で、改革をやっていくときに、はい、まあ、かなり強い、 形でリーダーシップを発揮しなければ、前に進まないっていうとこから始まった、まあ、党なわけですよ。全体としてやっぱり体質として、やっぱりそういう部分があったと。うん、で、その中でこの斎藤知事の問題が起きたときに、はい、んそんなにこれってどこか問題なのっていうような反応で最初初、動が遅れたと言ってましたね。ああ<ー>。うん、まあ。 ねえ、言い換えれば、そういう突破力がないと、ダメなんだ、うん、みたいな感じが。はい、まあ、そう言わせ、言ってみれば、やっぱ維新の方って、ちょっと強い口調でおっしゃる方、多いですよね。まあ、全員とはもちろん言いませんけども、えー、個人差ありますけども。ですから、それで、あれよあれよと、問題が大きくなって、はい、まあ、今に至ってるっていうのが、実際は、あの、内部の事情みたいですね。ああ<ー>。うん、で、まあ、ね、もともと知事選で支えたのは、そもそも維新、うん、そして、まあ、自民党もそこに、はい、乗って、 わけけですけれどもも、ね、結局双方ともね、うん、え引く形になりました、ね、そうですね。まあ今回はあの、その失職を選んだということで、はい、少なくともまああの、いわゆる議会の方の選挙はなくなったっていうことで、まああの、少しね、それだけでも選挙っていうのはお金もかかりますし、時間も浪費しますから、まあそういう意味では、あの、いろんないくつかの選択肢の中ではね、うん、あの、無難な部分を選んだのかなと思うんですけども、あ<ー>まあ、 ま、出直し選挙っていうのはね、相当厳しい戦いにはなるとは思いますけど、ただまあ、あの、なんていうかな、あの、その先、その職員と、 この知事との間で何があったかともかくとして知事がやったことについての評価っいうのはまたそこの県民が判断する、はい、まあそこは評価している人もいればやっぱりだめでしょっていう人もいるのでね、えー、まあそれはあの県民に一回それを問うっていうのはそれでいいんじゃないかなとは思いますよね、はいまあ、出直し選挙、11月10日あるいは17日なのではないかと言われております。うん、まあこのあたりはね総選挙とかぶるかかどうかみたいな そ,んね、そうなんですよこれ、11月ちょうどね、かぶりそうな件があるんですよ、えー、ニュースプラスワン、兵庫県斎藤地失職出直し選挙へというニュースを取り上げましたえでは続いて、この時間は、ここだけニュース、スキップア,ップアメリカのトランプ前大統領、銃撃された現場で、来月5日に選挙集会を開催。 アメリカのトランプ前大統領の陣営は大統領選挙の投票日の1ヶ月前にあたる来月5日、トランプ氏が7月の演説中に銃撃された事件現場を再び訪れて選挙集会を開くと発表しました。 えー、あの7月に、ね、ペンシルベニア州のバトラーというところで選挙集会を開いた際に、えー、銃撃を受けまして右の耳に怪我をしたと、うん、そして、まああのー、支持者の方お一人が亡くなったということ、うん、事件がありました、まあ、トランプさんからするとこういう象徴的なところでやる、はい、ということに意味があるんでしょうか。そうですね あのしかもこれがやっぱりペンシルベニア州というところがポイントで、はいうん、やっぱりいろんなものを計算すると、このペンシルベニアを制した方が勝つ可能性非常に高い、各国の経緯でも、あのうん、データでもそうですし、はい、やっぱり激戦州と言われている中でも、最も選挙人の数が多いところでもあります、ですから、あのハリス氏もあの最近あの、経済政策を発表しましたけど、これも。 ペンシルベニアのピッツバーグっていうところで、わざわざ発表してるし、<ー>まあ今回、このいわゆるあの奇跡の写真1枚ってね、トランプ氏言われましたけども、あの銃撃された後の手を挙げてるね、正常期があってっていう、まあ、この場所にちょうど1か月前に行く、しかもそこがペンシルベニアであるというところがポイントかなと思いますね、はいうんまあ、激戦とされるところ7つ、ねはい、州がありますけど、やっぱりここが一番大きいと。うん そうですね、あのー、過去2回の大統領選というのはこのミシガン、ペンシルベニア、ウィスコンシン、はい、ここを制した方が まあ大統領になってるんですよね。その中でも一番ここは選挙人の数が多いということで、まあ、まあ、至るところで、<え>このペンシルベニアを舞台にしてお互いが何かを政策を発表してますよ。で、はい、ちょっと話変わりますけど、あの、日本製鉄のあの、ユエスチール。はい、これもあの、ペンシルベニアがあの本社なんですよね。<ー><で>はい。拠点もあって。で、ミシガンにも大きなあの製鉄所ありますけども、うん、だからこそあれだけお互いが、もうあの、やる鉄鋼労組に対してね、 こう、重ねるような発言をして、とにかくあなたたちの味方ですよってアピールしてるっていうのは、これもペンシルベニアとかミシガン。まあ、これが関わってるわけですよね。ああ。もうあの問題っていうのは政治的な問題になってしまっている。ええ。<タッ><タッ>ただまあ、最後はやっぱりアメリカちょっと、だなと思ったのは、はい、そこはやっぱ経済合理的な方向にちょっと今傾いてきてますよね。ですから、あれを選挙が終わった後まで審査を先送りするっていうのは、はい、まあ、ある意味、あうんの呼吸ですよ。 ですからかなりあれについて言うと、買収の方向に私は傾いてきてるかなと思ってますけども、<ー>ただ、もう表向き選挙が終わるまでは、お互い絶対反対って言い続けなきゃいけないわけですよ。その空気を読んだ形で、はい、え先送りしたっていう、そんなあの状況ですよね。ああ<ー>、うん、下手に判断は下せないわけですよね、はい、今このタイミングはそうですね。えー、でもこうやってあらゆるものが何かこう政治化していくと。えー これね、FRB の利上げ、利下げもトランプさん批判したりとか、はいろ、えー、んなものが関わってきますね先日ね、FOMC で FRB、0.5%の利下げっていうのを。はい やりましたけども、これもね、もういろんな私も取材して専門家、エコノミストにも話聞きましたけども、い。まだになぜ0.25じゃなくて0.5だったかっていう、こう腹に落ちるね、理由って見つからないんですよ。やっぱアメリカ経済ってそこまで弱くないし、過去にいきなり0.5下げた時っていうのは、大体リセッションに近い、あの、クラッシュに近いような時だけなんですよ。それこそリマクみたいなのが起こるような。で、結局突き詰めると腹に落ちる一つの理由っていうのは、 やっぱり選挙で、どっちかと,と0.5%下げることで、今、目の前の景気を少し深す、この方がどちらかというと、ハリス氏、民主党政権に利することになるんですよ。やっぱり政治的な思惑がね、あの、あったんじゃないかなと、ちょっと気がしてならないです。あの時ね、あんまりこう、取材、あの、記事で出なかったですけど、一人だけ、あのメンバーの中で反対してる人いたんですよ。0.25を主張したいと。この人はトランプ政権の時選ばれた人ですよ。 はあ、なるほどー。<laughs> 利下げするにしても最低限でいいじゃないかと。うん、ですから、やっぱり<ー>相当、今回の件見ると、政治的な思惑っていうのは表には言わないけども、はい、やっぱりこういう金融政策関わってるなっていうのは、私はそういうふうに感じましたけどね。まあ、それに対してトランプさんは、これは政治的な決定なんだと。えー、根拠がないじゃないかと。だって0.25下げるだけでも、けしからんみたいなことをずっと牽制してましたからね。それが0.5でしたからね。そうですよね。うん、利下げするなら、俺の政権の時にやるっていうのがトランプさんですもんね。<laughs> はい。 で、次回の、こう、金融政策の会合 FMC は、大統領選の長後なんですよね、はい。そうなんです。で、今のところね、あの、はい、我々がよく見る、あの、フェドウォッチっていうね、あ,はい、あの、市場がどういうふうに観測してるかっていうので見ると、うん、ほぼね、まあ、利下げは確実で、おそうです、ね、やっぱり0.5と0.25、両方半々になってます。ただ、まあ、さすがに、また0.5まで下げる必要は、 ないんじゃないかなっていうふうに私は見てますけども、まあ市場は少しこう催促が入るんでね、そういう方向に行きますけど、はい、今半々の確率になってますね。ああ<ー>。うん、これマーケットはどっちがいいとかってあるんですかマーケットは基本的にあの、特に株をやってる人たちっていうのはやっぱり利下げを催促しますよ。えー、ああ、うん。その方があの少なくともあの、今、 半導体相場って言ってますよね。はい、だから少し今息吹きかしてますけども、うん、その半導体だとか、いわゆるあの、テック大手、こういうところっていうのは、はい、あの、金利が低くなればなるほど株価が上がるって構図になってきてますんで、うんまあそういう意味では、あの、株をやってる人たちっていうのは、まあ、利下げどんどんやってほしいっていう、まあ、そういうとこですね。まあ、それは日本も一緒ですよ。基本的にはね。 うん、でもそうなると、今度、ねえー、円高、ドリアス方向に行く。はいはい ということになりますよ、ねえー。まあ、先ほどちょっと言いかけましたけど、日本のね、はい、あの、<っ>総裁、総理、総裁が誰になるかにもよって、はい、まあ、かなり金融政策って、こう、どうなのかなって、牽制してる人もかなりいますから、そっちと両方の兼ね合いですよね。まあ、結局やっぱり日米の金利差で動いてる側面っていうのは大きいですから、はい、まあ、片方がどのぐらい利下げに積極的なのか、はい、まあ、まあ、日本側がどれだけ、こう、利上げ、えー、しやすい環境の政治体制になるのか、はい 利上げしにくい総裁になるのか。ま、この兼ね合いを相当、ま、マーケットは見ると思いますね。えー、ここだけニューススクープアップでした。 この時間はビジネスニュースピックアップです。さあ、今週1週間は日本放送では SDGs Week として様々な企画をお届けしてきましたけれども、えー、OK 工事アップでは来年4月に開幕する大阪・関西万博の SDGs への取り組みを特集してきました。はい、火曜日は大阪・関西万博のテーマ事業プロデューサー、川森昌司さん。水曜日はシグネチャープロジェクト命を高めるのプロデューサーとして、シグネチャーパビリオン命の遊びはクラゲ館を手がけ 中島幸子さん、木曜日昨日は、えーえー、とですね会場メプロデューサーの石川マさんにインタビューした模様をお届けしてきました。はい。はい、まあ SDGs という部分から見てもこういろんなものがこう見えてくるというところがあって、あのカモさんにねお話伺ったときにあの海水を使って、うんえー、コンクリートを作るんだと鉄筋コンクリート金じゃないんですよね。あの中に入っているのが、えー、炭素繊維。うん で、作っているので、錆びないから、コンクリートの強度も弱まらないんだ、というね、ことをおっしゃってましたけれども、確かにね、あの、海の水どころか、海砂使ったって、えコンクリートはダメなんだ、 っていうのが、かつて一般的だったんですけれども、ただ、まあ、水ではなくって、海の水を使うと、こういうことになると、まあ、目の前にいっぱいあるというところで、えー、環境に負荷を与えずに作ることができるというようなね、お話だったりとか、まあ、そういう、こう、材料の部分からのこだわりだとか、えいろんなお話を伺っておりました。はい。まあ、そのあたりもね、えー、我々、実はいっぱい聞いてるんですよ。そうなんです。今回、この、今週お届けしたのは、あの、編集したもので泣く泣く、なな こうカットした部分もあるんですよね。うん、それをですね、今日の番組終了後、ディレクターズカット版として、ロングインタビューをですね、ポッドキャストにアップいたしますので、ぜひお聞きいただければなと思います。はいえー、そんな大阪・関西万博ですけれども、開幕まで200日を切った今、東京・港区に万博の情報発信拠点が オープンしましまた、うん、えこの場所では、万博会場のマップやパビリオンなどの情報がパネルで展示されているほか、会場のシンボルとされるリング状の木造建築物、大屋根リングの模型、そして、えー、空飛ぶ車の模型などが展示されているそうなんですよね。はい、で、あの、SDGs に沿って作られた関連商品も紹介されていまして、うん、例えば、使用済みのペットボトルをリサイクルした素材で使われている、えー、サンダルですとか、二酸化炭素や有害物 オープン当日は公式キャラクターのミャクミャクも登場したということで、うん、ちょっとこう愛着が湧いてきましたね、ミャクミャクに、あのー。これ、港区と書いてありますけど、北青山、あのー、ちょうど絵画館に行くあの一う並木の入り口のところの,、はい、あの伊藤忠の、ね、SDGs プラザだったかな,そうなんです伊藤忠の本社に隣接する SDGs スタジオというところで。 情報発信拠点は入場無料で2025年1月末まで設置される予定になっていますなこれから秋にかけては非常にこうお散歩もいいところにねそうですねええいちょう並木散策のついでというかね、えー、ぜひこちらも、えー、見ていただければと思いますそして今ですね超早割1日券販売中なんですよね、はいえー、販売は来週10月6日日曜日までになっています うん、え大阪・関西万博では来場者の安全で円滑な移動を実現するために、来場日時え、パビリオンやイベントなどの予約制度を導入していまして、はい、えパビリオン、イベント観覧の抽選申し込みは通常ですと、え来場予定日の3ヶ月前から、 可能になるんですが、うん、超早割1日券の、えー、購入者は来場日の3ヶ月前を待つことなく、いち早くパビリオンイベント観覧の予約抽選に申し込むことができるんですね。はい、こちら、受付10月6日日曜日までになっています。いやこの万博事務局の人に聞くと、いや、これはね、すごいんですよと。あの、このタイミングで予約ができるってことは、ほぼ競合がありませんから。そうですね。<laughs> 全ての <laughs> アトラクションだとか、まあ、あのパビリオイベントおそらくは希望通りに行くと思いますよと競争率が圧倒的に他のチケットと比べると低いと <laughs> いうことがありますんでいや皆さんこれはね本当におすすめのチケットなんですよというふうにおすすめしてもらいました,ただあと1週間そうなんです10月6日日曜日までですのでお<い>え忘れなく、うん、大阪・関西万博お楽しみに。